皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回は SD ガンダムバトルアライアンスの機体運用解説プラス総評シリーズです。今回はスペリオルドラゴン DLC2 で追加された神インファイターです。神という設定の影響でインファイター内の順番どうなるでしょう。スペリオルドラゴンの使用が気になる方、ぜひご覧くださいね。本動画は集団以外の救済を諦めたノマランドの提供でお送りいたします。まず基本ステータス、さすが神、かなり高いです。設計図はラクロワの勇者のボスだけドロップします。そして通常格闘、片手剣なのになんと2ヒット系。幸い猛暑の速さはバイル並みありますので特に問題なさそう。そして特殊格闘とその他の猛暑、メイン射撃停止系3発、レンジャー性能高いが発射中ブースト回復がない、残念。射撃1、矢を撃つ、何度射撃系武装、ダメージとバランサー削り性能は残念ですが、空中で通常格闘とつながりますので恐ろしいコンボ性能を持っています。サブ2は突進連撃、やはり例のごとくバランサー削り性能が低い、ただ威力が高くコンボの締めと対モビルアーマー戦で活躍できます。最後 SPA 突進一撃系、これは悪くないぞ。射程と追尾性能のせいで赤破天狂拳には勝てませんが、インファイターの中で間違いなく高性能な SPA です。では運用編に入りましょう。まずスキルはこちら、そしてパーツ、この構成は自分のインファイター鉄板です。この構成のおかげでサブ武装でバランサーを削る必要性が低くなり、ジャスカで反撃に入ることが可能になります。これでバランサー削り問題解決。コンボはこちらになります。実はサブ1までブーストとサーブ回数がある限りループ可能です。今のサンプルはちょうどブーストを打ち切る感じになります。ダメージはなんとマスターを少し超えてます。インファイターの対モビルスーツ最強は間違いなくこいつでしょう。ではモビルアーマー、残念ですがこちらは他のインファイターと同じ小出し戦法しかない。通常は2ヒット系ですが、モーションはまだ早い方で使いやすい、そして大きい隙のある攻撃を見てサブ2を入れる寸法です。サブ1、まあ遠距離の時ちょっと入れようみたいな。で SPA の命中率もそこそこ高いので意外と戦いやすい方です。では感想と番付に入りましょう。まず順位、 A グループ4番にします。対モブリスーツ性能が1位なのでこちらが大きく加点になります。そしてモビルアーマー戦において高いステータスからもたらした安定性、扱いやすい通常格闘、さらに当たる攻撃力 SPA、 モビルアーマー戦も特に問題ありません。サブ1の射撃属性が残念に思いますが、高いコンボ性能としての価値もありますので全く無能ではありません。前の4位のターン X よりはるかに戦いやすく感じます。ランキング動画で1から3位は降参系ですが、今回スペリオールドラゴンを入れて四天王に進化します。でもなぜジオが上なの？やはり SPA です。スペリオールドラゴンの SPA は当たりやすい方です。でもそれは比較の結果、
積極的に離れるや移動するモビルアーマー相手の場合、やはり不安定です。その面において関谷天行剣とジオの方が優秀です。またジオの対モビルスーツ性能もトップクラスなので、スペリオルドラゴンとの差はそんなに大きくない。モビルアーマー戦をより重視する自分にとって、全体的にジオの方がやや上になりますね。とはいえ他のインファイターより一段と強いであることは間違いないでしょう。以上がディールシリーズ追加機体スペリオルドラゴンの紹介となります。高い基本性能を加えて SPA もインファイターの中で高性能、御三家を四天王に変える待ち強の機体であります。元御三家に僅差で負けてますが、他のインファイターより一段と使いやすい一機です。もし他に補足や感想がございましたら、ぜひコメントまで。では本動画はここまで。他の動画もご覧いただければさらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。今日も良い日になりそうですわね。